知りませんね。今日は あいにくの空模様ですが、このようにたくさんのお客さんに来ていただきまして誠にありがとうございます。本日はカレーフェスタ2019ようこそお越しくださいました。ここからのお時間は私たちの演奏をどうぞ最後までごゆっくりとお楽しみください。指揮は海上自衛隊呉音楽隊長一等海尉石田博一です。そしてご案内役は私、二等海曹竹中智則です。どうぞよろしくお願いいたします。演奏会オープニングはモンハンの愛称で親しまれるハンティングアクションゲームモンスターハンターから英雄の証をお送りしました。さあモンスターハンターに引き続きまして、まだまだゲームの音楽をお聴きいただきましょう。皆さんはカンコレの愛称で人気のオンラインゲーム艦隊コレクションというゲームをご存知でしょうか。このゲームは艦艇を擬人化したキャラクターを育てて様々な任務をこなしていく育成シミュレーションゲームで、アニメ化や映画化もされているそうなんですよね。と皆様に説明しております。私実はこのゲーム全然知らなかったので、船が擬人化すると聞いて正直あんまりピンとこなかったのですが、このゲームをやったことのある方って皆さんいらっしゃいますかね。おたくさんいらっしゃいますね。そしたら今日このようなイベントっていうのはもう興奮してもう収まりつかないんだ感じなんですかね。あ、うんうんって言ってますね。どうぞ最後までどうぞお楽しみください。ありがとうございます。さあ本日は艦隊コレクションで使用される音楽から2曲続けてお聴きいただきましょう。艦艇が激闘する勇ましさや優雅さ、そして和風な世界観に見合った音楽をお楽しみください。艦隊コレクションより二水線の功績、2曲目は飛龍の反撃です。それではどうぞ。
とうございました。艦隊コレクションより二水線の功績、飛龍の反撃をお聞きいただきました。さて、ゲームの音楽から一転、クレといえばこの曲と言っても過言ではない一曲をお聞きいただきましょう。さて、本日 JR クレ線をご利用して来られた方いらっしゃいますかね。あ、いらっしゃいますね。その時にですね、電車がクレ駅に入線する時に流れていた音楽、皆さん記憶されてます？あ、じゃあ何でしょう。正解です。宇宙戦艦ヤマトのテーマ曲だったことに皆さんお気づきになれたこともいらっしゃると思います。地元の皆さんはもうご存知ですよね。あれ、そうでもないみたいな感じそうでもない方もいらっしゃいましたね。さあ、ここ呉市は戦艦ヤマトが浸水した町として有名ですが、その戦艦ヤマトをモチーフにしたアニメが宇宙戦艦ヤマトです。市内では駅の発着音をはじめ、ヤマトミュージアムやレンガ通りにあるヤマトギャラリーゼロなど、さまざまなスポットで宇宙戦艦ヤマトを発見することができます。それでは、戦艦ヤマトが作られた町、呉市で聴く宇宙戦艦ヤマトのテーマ曲をお聴きください。楽しく過ごしてまいりました。クレ音楽隊のステージ、次の曲でおしまいとなってしまいました。本日のクレ音楽隊のプログラム、少しコアな曲が多かったなと感じた方もいらっしゃったかもしれませんね。ですので、おしまいはきっと多くの人が耳にしたことのあるノリの良い曲、セプテンバーをお届けしましょう。アメリカの人気バンド Earth, Wind & Fire がリリースし、リクエストにお答えしました。アメリカの人気バンド Earth, Wind & Fire がリリースし、ディスコミュージックの定番曲となりました。国境も時代も超え愛される名曲を、本日はアルトサックス回想長宮越さとみによるラテンアレンジでお送りしましょう。それではお聴きください。セッテンバー。
Thank you.
ご清聴いただきまして誠にありがとうございました。本日の私たちのプレ音楽会ステージは以上で終了となりますが、まだまだ見どころたっぷりのカレーフェスタ2019をどうぞごゆっくりお楽しみください。本日はありがとうございました。会場の皆様、盛大な拍手をよろしくお願いいたします。